お、こいつはすげー、たくさん人がいるぜ。みんなこんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれよ、ウミガメの挨拶よく知らないやつをこっちの後ろで見つけたぞ。メルさん、前から2列目、内側の通路側だ。しましまの甲羅の男性さ、そうさ、よ、こんにちは。こんにちは。うん、名前なんて言うんだい？純一郎です。純一郎、渋い名前だぜ。よし、純一郎いいかい？俺が最高だぜって言ったら、純一郎は両方のヒレを高く上げて、うおーって言うんだ。純一郎ニヤニヤしてる場合じゃないぜ。じゃあ行くぜ。純一郎、最高だぜ。うおー、やるじゃないか、拍手くれぜ。想像以上でびっくりしたぜ。今の感じで頼んだぜ。よし、今度は、今度はこっちの前に行ってみよう、前から2列目、端から2番目だな。水色の甲羅のお嬢ちゃん話そうぜ。こんにちは。ありがとう。お嬢ちゃんの名前なんて言うの？アンジュで合ってるかい？アンリ、ごめんな、耳にプランクトンでも詰まってたんだろうな。アンリよろしく。じゃあさ、アンリは今日はここには誰に連れてきてもらった？分かったぜ、ありがとう。よし、じゃあアンリのママどこだい？いたら手挙げてくれ。どこだい？やっぱり隣だよな。そうだな。そんだけくっついて喋っといて他人だったら怖いもんな。ありがとう、ママ話そうぜ。ママの名前なんて言うの？のぞみ、優しそうな名前だな。のぞみ、アンリからいろんなこと質問された経験ってあるかい？うん、そっか、俺の息子のスクワートもそうなんだよ。のぞみ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。嬉しいぜ、ありがとう。アンリもありがとう、また話そうな。いや、実はさっきもそのスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんであんなに僕らと違うのって。で俺こう答えたんだ。わかんねえ。だからみんな人間のことを教えてほしいんだ。協力してくれるならはーいって言ってくれ。せーの、はーい。 お前たち最高だぜ。純一郎ついてこいよ。さっきみたいに頼むぜ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるの？だってさ。じゃあこの中で食べる人切り上げてくれ。どうだい？食べないやつ結構いるんだな。どうやって大きくなったんだ。今度はじゃあ真ん中の後ろに行ってみよう。前から3列目で、こっちの通路から2番目だ。黒い甲羅の女性と話してみよう。ガイドさん、ありがとう。こんにちは。名前なんて言うの？ともこです。ともこよろしく。な、ともこの大好物ってなんだい？魚。ちょっと待って待って待って、ちょっと待ってくれともこ。ともこ、俺魚の友達たくさんいるんだけど、ともこは魚を食べるのか？生で食べます。みんな逃げろ。おいおい、ともこ、ともこ、肩ひれあげてくれ。俺が言ったこと繰り返してくれな。魚は友達。魚は友達。餌じゃない。餌じゃない。守ってくれよな。いや、びっくりしたぜ。ともこ、俺が君の友達を生で食べるって言ったら怖いだろ。まあまあ、でもな、正直に教えてくれてありがとう。みんなで拍手を振ろうぜ。よし、今度はみんなの番だ。俺に聞きたいことがあるやつはひれ上げてくれ。なんでもいいぜ。どうだい、クラッシュ、前の子が質問あるみたいだぞ。アンクいたのか、ありがとう。
今度はじゃあこっちの前に行ってみよう、うん、一番前の列で真ん中の通路側、黒いコーラのお嬢ちゃん話そうぜ。こんにちは。こんにちは、うん、名前なんて言うの？鈴木さやです。鈴木さや、よろしく。聞きたいことは何だい？これひっくり返ったらどうなるの？そうだな、こんな感じかな。お話が終わったな冗談だぜ。まあでもそうだな、ひっくり返ったらまあこんな感じなんだけど、じゃあな、鈴木さんやはさ、今みたいにして泳げるかい？苦手。まあなかなか人間じゃ難しいかもしんねえよな。じゃあさ、こんな泳ぎ方はどうだい？ほ、こんな泳ぎ方できるかい？お、じゃあ今からやってみようぜ。ほら、左、右。お、上手じゃねえか、みんな拍手送ろうぜ。こんな風に泳ぐとすげえ気持ちいいんだぜ。じゃあさ、どっか海流に乗ったらさ、今みたいに泳ごうな。お前たち最高だぜ。おー、よし、他に質問があるやつひれあげてくれ。後ろの大人も遠慮すんなよ、なんでもいいぜ。今度はそうだな、お、今度はな、ガイドさん、こっちの後ろに行ってみよう、遠いけど一番後ろの列で、で内側の通路から3番目、黒いコーラの男性だな。そうさ、ありがとう。こんにちは。何を言えばいいんですか？おお、待てよ、まずな、挨拶しようぜ。じゃあさ、君の名前なんて言うの？今野修馬です。今野修馬、よろしく。もう何か俺に聞きたいことがあるんじゃないのかい？人生って何ですか？おお、何があったんだ。とてつもなく深いことを聞いてくるんだな。そうだな、人生。まあそういうこと考えたことなかったけど、まあでもな、俺はさ、自分が死ぬときに自分の人生に悔いがなかったと思えるような、そんな風な毎日を過ごしたいと思って、今をしっかり生きる、もうこれしか考えてないかな。その積み重ねが俺の人生になっていくと思うんだよな。じゃあ君はな、自分の人生どう思ってる？楽しいです。全然楽しそうに見えないけどな。まあでもさ、今の笑顔忘れんなよ。今の君の笑顔はさ、すげえ楽しそうだから、その笑顔があれば君の人生もっともっとさ、いいことあるぜ。頑張ろうな、みんなで応援の拍手を送ろうぜ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問があるやついないかい？なんでもいいぜ、遠慮すんなよ。お、今度はこっちの前に行ってみよう。一番前の列で、でな、端からな、5番目、白いコーラのお嬢ちゃんが開けたんだ。いいよ、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？よろしくな。よし、じゃあお嬢ちゃんが俺に聞きたいことなんだい？何歳なの？じゃあな、お嬢ちゃんって今何歳？5歳。そうか、まだ卵から帰ったばっかりなんだな。俺は今150歳なんだ。あ、でもな、まだまだ若いぜ。その証拠に見てくれ、俺のお腹6つに割れてる。お嬢ちゃん意味わかんねえよな。あとで純一郎ってやつに聞いてみてくれ。でも勇気出して引き上げてくれてありがとう。お前たち最高だぜ。よし、他に質問があるやついないかい？なんでもいいぜ、遠慮すんなよ。今度はな、お、今度はこっちの前に行ってみよう。前から3列目、真ん中の通路側の白いコーラの女性が開けたぜ。ありがとう。こんにちは。こんにちは。名前は？いちなです。いちな、よろしく。聞きたいことなんだい？好きな人はいますか？お、人か。そうだな、人となるとあんまり知ってる人間はいないけど、まあ、今一番好きな人はさ、純一郎かな。やっぱりさ、純一郎さ、いきなりだけどこんな大勢の前でうおーって頑張ってくれたからさ、俺純一郎みたいなやつ大好きだぜ。もちろん一菜、君もこんな大勢の中で勇気出して引き上げてくれたんだ。一菜のことも大好きだからな、みんなで拍手送ろうぜ。お前たち最高だぜ。ハイドロフォンが壊れたか？ハロー、ハロー、ベイビーじゃねえか。
よし、みんなでうーってやろうぜ。せーの、うー、クラッシュ、やーや、ベリー、ハロー人間ラベリー、得意のエコロケーション、みんなに見せてやったらどうだい。見てて、うー、何か見えてきた、うコーン大事そうに抱えてる人がいるけど、よっぽどお腹空いてるんだね。ポップコーン、じゃあね、クラッシュ。おお、ポップコーン、お腹、お食べ物ってことかい。じゃあそれ持ってるやつ上に上げて見せてくれないかい。んそんなでかくて硬そうなものそのままかじるのか。あれ違うの、クラッシュ。ん、中に入ってるんだよ。そういうことか、エコロケーションすげえよな。人間も誰かできたりすんのかな。うん、あいつにやってもらおう、純一郎。よし、純一郎、エコロケーションで俺が何本ヒレを上げてるか当ててくれ。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて、うん、目を閉じるんだ。絶対目開けんなよ。よし、せーので、うーだ、大きく頼むぜ。せーの、うー、いい感じだ。みんなも一緒に、せーの、うー、みんなありがとう。純一郎まだ目開けんだよ。よし、純一郎、俺が開けてるヒレ何本だ。2本。お正解だ、拍手を送ろうぜ。純一郎すげえだ。大変パパパパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。バッチリだ、楽しかったぜ。出口は後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございます。